この電話相談は、労働契約の更新時期を迎える年度末に合わせて、全国の労働組合で組織する連合が実施しているものです。県内では、連合宮崎の職員ら7人が電話相談に対応。午前中には、次の契約更新から無期契約になると言われていたのに、いきなり雇い止めと言われたなどの相談が寄せられました。 年次有給が取れないとか働き方がわからないとかいろいろな深刻な相談が寄せられておりますのでどうかお一人で悩まずに気軽にご相談をいただきたいという,うに思っておりうす。全国一斉の電話相談は明日までで無料通信アプリの LINE でも相談を受け付けています。